皆さんル知ってますか？謎のテンションで現れたナオイ。いえいえ、2週間にわたってブラン城こもりまくっておかしくなっているのです。それで20箱もみなぎってきたのね。とりあえず一括開封してみるのです。おお、プラス10とかあるじゃないの。問題はこれにソケット3つついたのを作らないといけないことです。20本もあればさすがにつくんじゃねえの。実際確率はどんなものかわかりませんが、マシュマーさんの体感40分の1とか言ってますな。それは低すぎでしょ。さすがに 5% くらいはあるんじゃね。だとすると20本ある今なら相手もおかしくないわけですが。それでは早速開けてみようじゃないの。どのみちここでソケさんゲットしても次の強化で勝たないといけないわけですが。みなぎる20箱集めるだけでもハードル高いのに、ソケさんに続き強化とかどんだけ道のり長いんだよ。最悪ソケットに関してはアトラスの復元石で後から開けることもできますから。みんなはみなぎる何箱くらいでイル作ってるんだろうな。そもそも30分単位で考えると歪んだブラン城の宝箱が30箱くらいですか。マシュマーさんは1ターンゴリガリで43箱ってレコードを記録してたな。さらにそこからみなぎる箱を出すわけですが、50箱一括しても一つも入ってないこともザラかと。200分の0とかはよくあるな。20箱みなぎるためにはどれだけの歪んだ箱を集めたのか。イベントの最初の方は様子見で適当に1時間かそこらやってたみたいな。それでイルルシ欲しくなってガチで始めたと。それでも1日2時間とかが限界だろ。それ以上こもると精神に異常をきたしますね。最後追い込みかけても200箱しか集められなくて、混沌1万交換して合計300箱開けたら5箱もみなぎったな。20みなぎればさすがにプラス10が2つくらいはできると読んだのですね。実際はこれ全部精錬してもプラス10が2つにならないんだけどな。じゃあ、どうするんですか。ソケさん開いたらそのままチャレンジ、ダメなら延長戦だ。そのソケさんのが強化に勝てる保証もないのですが。なのでプラス10のソケさん確保したらアトラス原石も考えた。黄色アトラスが650個でいるチャレですよね。万が一失敗してもプラス9に落ちるだけだから、もう一つプラス9用意しておけばさらにチャレンジできるかなと。ですがアトラスの今の相場は一つ200メガくらいですが。一回のチャレンジにどんだけかかるんだよって思ったら、その案は却下になったな。で、そうこうしてるうちにソケット終わりましたか。封印されてる7と8のがまだ開けられてないが、今のところソケさんは出てない。絶望的な引きの弱さですね。だから 5% じゃないって言ったっしょ。それマシュマーさん補正で 5% じゃないだけかと。ソケさんの戦いには敗れたが、次の強化で勝てばいいのだよ。そうですね、ソケさんがいくらあってもエルチャレで負けたら消えてなくなるわけですからね。出し惜しみせずに封印も解除でソケ開けるぞ。どっちにしても今回は精錬でいきますから、どんどん開けましょう。で、案の定全敗と。先が思いやられますね。そしてここからは強化のシーンだ。幸運の境界石使ってやるのですね。とりあえず生贄を征服者装備でやってるわけだが、一定の法則があるのですか。一応マシュマー方程式では3連敗した後に勝利したらそのタイミングでぶち込むことにしてる。バツバツバツ丸丸みたいな流れをつかむのですね。実際そのバツが3連敗じゃなくて5連敗でもいい。6連敗じゃダメなのですか。そこまで負けちゃうと負けの波に飲まれてるから、その次もまた連敗みたいな時があるのよね。じゃあ3から5の間の連敗だけを汲み取ると、いつもは175装備をそのタイミングで入れて結構高確率で勝利してる。あれ、普通の強化石でいっちゃうんですか。動画見て気づいたわ。いつもは175装備だから入れれば勝手に幸運チョイスされるのに、普通のでやったら勝てるものも勝てなくなりますよ。こりゃまずいことになったよな。この時点でマシュマーさんは完全に熱くなって幸運使ってないことにすら気づいていない。ああ、
ソケさん用に用意しておいたプラス9を合体させちゃうのですね。こうなるとあれだよな、完全な負けパターン。もう嫌な予感しかしませんよ。これ飛んじゃうと今までの2週間の苦労が水の泡だからな。手元に何も残らないとか恐ろしすぎます。いや、実際は20みなぎるじゃ足りなくて追加で3みなぎる箱開けてそこからプラス6出てるから少し余ってる。でもそれってプラス5とかプラス4ですよね。そうだな、だからもう一つプラス10作るのはかなりの労力を伴う。労力もそうですが精神力が持たないような気もします。そう考えるとさっきの一発目で成功して欲しかったよな。精神的に追い詰められるといい結果が期待できません。幸運使っていれば勝てたかも。どっちにしても通常強化石でも 50% くらいですから誤差の範囲かと。幸運6割ないよな。 55% とかですかね。たった 5% に1つ300メガとして3ギガ以上かかってるじゃないか。アトラスで100ギガ以上かけるのに比べたら安い投資かと。消えてなくなるなくならないの違いはあるけど、明らかに1週間こもってプラス10作るのは100ギガ分の価値があるかと。その労力と時間を混沌の電動に注げば100ギガ以上は余裕で稼いでいますもんね。かといってプラス10を100ギガで買うかって言われたら買わないよな。つまり無料で手に入れた感があるからこそこうやってぶち込めるわけですね。ぶっ壊れてもそんなにダメージないからな。ちょっと2週間分の労力が消えてなくなっただけですもんね。ここで負けてもう1週間延長になったらやれるかどうかは別の話だな。なかなか3連敗ってこないものですね。なぜかバツバツ丸の流れも多いんだよな。そこで入れちゃダメなんですか。量産型の175装備とかならいいが、1点ものの主従だと怖いよな。さっきまでは2点ものでしたが、間違って通常強化で不要の事故に遭いました。次こそは幸運使うんですよね。実はマシュマーさんは勝手に入るものと思っているので。まさか。ああ、また通常席入れてますよ。これ終わったな。どうして通常席なのに。なのに成功とかもうね。本人幸運使ったつもりでいるんですから恐ろしいですね。とはいえ、勝てば官軍。もう二度とブラン上行かねえから。これで発明家がリーグに復帰しそうですね。Lマーク即興の幅ができたよな。